これが今のトレンドなのか。あ、どうも料理のお兄さん、リュウジです。料理のお兄さんじゃないですね。今あの普段の僕です。まあ、基本的に僕家でずっと料理作ってるんですけども、いつもはね居酒屋さんとか行っていろいろ勉強してるんですけども、今ねそれもできないんですよ。なのでですね、今回ですね雑誌をね読んで今ね料理の勉強してるんです。こういうアイテムあるんだとか、こういう料理あるんだっていうの、これ今あの T マガジンっていうサービスを使ってタブレットで、雑誌が、を見てるんですけど、本当に便利な時代になりましたね本当ね。でこれでですね、ちょっと見てるんですけども、今日はですね、あのこちらをですねで見つけた、今回ねアイテムにフォーカスして絶品自粛のんべえライフをですね堪能していきたいなっていうふうに思います。で今回ね見つけたアイテムは今から買うので、買って買います。はい、ということでですね、買っちゃいました。早速届いちゃいましたよ、このですねビールサーバー、あとですねこちらのニトリのスキレットですね。こちらをですね今回は使ってですね、最高に美味しいビールが最後に美味しい砂肝ときのこの、ごま油アヒージョっていうね、ごま油でアヒージョですね作っちゃうってですね、そんな最高にビールに合うレシピを作っていきます。アヒージョって基本的にあのオリーブオイルでやると思うんですけども、今回はね、ごま油でアヒージョ、これもね非常に美味しくできるんですよ。で今回はね結構ね、コツというか、まあ、ポイントもあるので、それも説明しながらやっていきたいと思います。使う材料はねこちら、砂肝 200g、 しめじ、まあ、半パック、ね、50g ぐらいかな、ガーリック、このガーリックが3ですね、はい、3×です。以上の材料でやっていきます。まずですね、この、T マガジンで見つけたこのビールサーバーですね、ビールサーバーを起動していきます。これ重要です皆さん。そしてこのビールがね大体ね8割ぐらいですね、8割ぐらいまでこの満たしてください。そしたらこのハンドルをこう、あ、奥に、おお、そう、これを、あー、飲んでいく。ここがポイントです。はい、第一のポイントですね。はい、やります、ちゃんと。はい、ちゃんとやります。はい、これだけじゃね、ただのね、酔っ払いのおっさんになっちゃいますんでね。はい、うまいな、これ。まずはね、野菜から切っていきます。はい、ニンニクですね。ニンニクは、このおけつを切り落としてですね、はい、でね叩いておきます。でこんな感じで叩くとですね、皮はですねすぐむけちゃいます。はい、こんな感じで。でアヒージョを作る時のコツというか、まあ、ポイントなんですけども、ニンニクって、このかけらが大きければ大きいほどニンニクの香りが抑えられるんですね。はい、で、今回はニンニクの香りよりもごま油の香りちょっと重視したいなと思うので、ニンニクの大きさがこれぐらい、これよりもっと細かくするとニンニクの香りがかなり出ます。はい、で今回はこれぐらいの、粗く潰した状態です。はい、この状態で使っていきます。で潰したニンニクは、このね二度すきに、はい、入れていきます。しめじなんですけども、この、石突きの部分をね落としてください。こんな感じでねバラバラに、しておいてくださいね。はい、つなぎもはね、ちょっと下処理がねちょっとありますんでね、このね、つながってるんで半分に切ってください。半分に切ったらですね、今回はね、ちょっとちっちゃめのつなぎもなので好みなんですけど、僕がですね いつもやってるのは切り込みを入れるんですよ、こうやってね。こうするとこの真ん中に油が入り込んで火が通りやすくなるんですね。今回はこの、砂肝をコリッとした状態で食べたいので、すべてこの状態でやっていきます。このね、銀皮って言うんですけど、この銀皮はですね刃を入れた方がいいです。ここね結構ねコリコリして硬いので、ここは、包丁で切って食感をねなるべく柔らかく食べれるようにしていきます。いや、ちっちゃい方がいいな、すいません、ちっちゃい方にします。こんな感じで切っちゃいます。はい、こんな感じです。はい、この砂肝ってのは非常にねポテンシャルの高い食材になってますので、アヒージョもねすごい合うんですよね。ここにですね味付けをしていきます。お酢ですね、お酢を小さじ3分の1ぐらい。もう砂肝って内臓の部分なので、この砂肝独自のうまみっていうのがそんなに持ってないんですね。なのでこの味の素を使ってうまみをつけていきます。5振りぐらいですね。はい、じゃあ、胡椒ですね。はい、結構ね強めでいいです、胡椒はね、お肉なんでね。はい、思ってるね2倍ぐらいね
そしたらですね、振りかけたお塩が全体に回るようにね、揉み込んでいくんです。美味しくなって、そう、はい、っていう感じでですね、念じながら揉み込んでいきます。はい、はい、じゃあですね、今日はね、アヒージョなので結構ね、簡単調理になります。ただですね、オリーブオイルではなくてごま油でやるので、ちょっとコツがあります。でですね、そのコツを、今から説明していきたいと思います。今回はですね、サラダ油とごま油を、1対1の割合で入れていきます。なぜそんなことするかっていうと、ごま油だけでアヒージョを作ると、ごま油が結構ね、香りが強いので、素材の味がね、楽しめなくなっちゃうんですよ。なので、今回はサラダ油とごま油を同量にやっていきます。大体ね、まあ1センチ弱ぐらいですね。同じ量のごま油を入れていきます。で、火にかけていきます。はい、最初はね、強火で大丈夫です。はい、皆さん、アヒージョは、揚げ物だと思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、アヒージョって煮物なんで、こうふつふついってきたら、こんな感じでふつふついってきて、油の温度が上がってきたら、弱めの火にしてくださいね。で、まず最初に、しめじの方を入れていきます。はい、今ね、ごま油のいい香りがここにもうガンガンガンと来てますね。ガンガン来てるんで、僕もガンガンいっちゃいたいと思います。で、ここでね、お塩も、ね、少し振ってください。本当に一つの味です。はい、で、ここからです。ここからこの砂肝さんをですね、はい、入れていきます。ああ、いい感じじゃないですか、容量的にはね。で、これだけ、大量のお肉を入れると温度が下がるので、またね、ちょっとね、揚げていきます。で、砂肝はね、内臓肉になりますので、十分火を通して召し上がってください。はい、で、油で煮ていくイメージです。はい、揚げるんじゃない、煮るんです。揚げるんじゃない、煮るんです。ではですね、お肉の色も変わって、非常にね、いい色になってきました。こんな感じでね、そうしましたら、今回はですね、小ネギです。はい、まあ、なければなくてもいいんですけども、小ネギを、こう散らします。で、ここに、追いこしょうですね。追いこしょうをしていきます。はい、ということでですね、こちらで砂肝とキノコのごま油アヒージョ、はい、ということでですね、できちゃいました。じゃあ、早速いただきたいと思います。いただきます。いや、絶対合うでしょ、これ。いただきます。香りがやばいです。あこれ、普通のオリーブオイル美味しいんじゃないかな。まあ、アヒージョなので、バケットとか添えていただいても、全然いいと思うんですけども、今回はね、アヒージョにバケットって普通じゃないですか。なので、今回はちょっと別の食べ方を、していきたいと思うんですけども、今回はですね、ごま油なんですね。はい、ごま油のこの香り、きのこと砂肝のうまみがですね、非常に詰まった、オイルです。こいつをですね、一番に活用したいと僕は思っておりまして、これ活用できるのはですね、具ごとね、余った具ごとちょっとね、のせちゃいます。このね、うまみと香りが詰まった油、これをね、容赦なくこのね、白米やっていきます。はい、もうちょいってもいいかな。はい、で、ここにですね、ここに追いこしょう、アヒージョの塩分だけでちょっと足りないので、お塩を振っていきます。はい、そしてですね、味の素ですね。はい、まあ、これぐらい、3振りぐらいですね。で、ここにですね、卵ポケットをね、作ってですね、はい、卵です。はい、アヒージョを卵かけご飯にして油飯を作りました。おいねぎもします。ちょっとね、ネギのね、食感もね、入った方が美味しいんでね。ということでですね、このアヒージョで作る TKG、 皆さんあんまり見たことないと思うんですけど、
これと食べていきたいと思います。うまっ、うまい。マジでこのニンニクとつなぎむどんきのこの香りとうまみが移っオイル最強ですね。ということでですね、ごま油アヒージョ、砂肝のね、コリコリ感とキノコのコリコリ感と旨味がね非常に、美味しいのでですね、これをぜひ作っていただきたいんですけども、アヒージョ TKG すごく美味しいので、これはぜひね、締めに召し上がっていただきたいなっていうふうに思います。ということでですね、今日はね、ものすごくいいアイテムを手に入れてしまったんでね、これね、スキレットはね、すごくいいんです。温めてそのまま食卓に出せるから、はい、なのでですね、まあ、こういったアイテムを駆使しながら楽しん、この自粛ライフを楽しんでいただければなっていうふうに思います。じゃあですね、今回の動画いかがでしたでしょうか。まあ今回はね、ちょっと T マガジンで、見たアイテムをですね使ってですね、こういう動画を撮らせていただいたんですけども、いいサービスなんじゃないかなっていうふうに思いますね。550紙も、網羅してますので、その中から、自分の知りたい情報を見つけていただいて情報収集していただくのはすごくいいと思いますので、ぜひですね、今回僕のようにですね、こんな感じで活用していただいてですね、これね初月無料なので、ぜひ試していただければなっていうふうに思います。詳細はですね概要欄に、貼らせていただいておりますので、ぜひ皆さんチェックしていただけると思います。